ダミエは、フランスのブランドメーカー、ルイ・ヴィトンのカバン、財布等の商品ラインアップの一種である。特徴としては、チェック柄に近く、同じヴィトンである、モノグラムとは全く異なるデザインである。なお、もともとは、モノグラムの色調を踏襲した、薄茶色焦げ茶色のモデルだけであったが、2007年頃より、女性向けの白青のモデル、2008年頃から、 男性向けの黒グレーのバリエーションも登場した。最近では、日本では、若者の支持が高い。なお、茶系のものが、エベヌ、白系のものが、アズール、黒系のものが、グラフィットという名称がついており、エベヌは、単に、ダミエと呼ばれるのに対して、白系はアズール、黒系は、グラフィットと呼ばれる。価格、形式などは、 モノグラムとは基本的に変わらない。エベムのオリジナルデザインはモノグラムよりも歴史は古いが簡単な文様であったために模倣されることが多く、モノグラムが主流になってからは長い間、販売ラインから落とされていた。ダミエ柄はジャポニズム前世紀と同時期に発表されたことから日本の市松模様をヒントにしたものと紹介する媒体があるが、 公式文書から出典しておらず確証のない記事が多い。ルイ・ヴィトン・ジャパンの PR 担当は、ダミエという言葉の意味が、市松模様でして、日本の市松模様に由来するものではございませんと、回答している。ありがとうございます。